アシュがね卒業するって斉藤飛鳥さん、びっくりした。一期生あと一人じゃん。かんちゃん、なんかジブリパークが開園したらしいよ。ジブリパークね、あのディズニーランドとか USJ みたいに安全板に手をかけて乗るライド式のアトラクションタイプじゃなくてミュージアム式らしいね。だから手を前にかけながら安全バーでその何バランスを保つタイプじゃなくて、後ろで手を組みながら博覧会するみたいな、そういうタイプだね。あれだよ、後ろで手を組むっつっても受刑者じゃないからね。後ろで手組んでる人がいても別に逮捕されてるわけじゃないから、みんなそこはね勘違いしてないようにね。みんな勘違いしやすいからね。そこそろそろ魔法のペンデュラムの選んだプレゼンターがいらっしゃる時間ですね。これね、ネタバレするとカリム・アル・アジーム。インタビューなんて緊張してしまいます。粗相のないように気をつけないと。ここの絡みって4章以来だよね。会場はここだよな。かわいい。だーい、ジャイだー。来たぞー。かわいすぎ。すごいよね、褐色肌がよく似合う。海だから余計倍増。おや、この元気な声は。なんかあれだよね、ツイッターとか見るとさ、ディズニーハロウィンにカリムのコスプレしましたとかいう人いるよね。ハッピーバースデー、ジャイダー。誕生日を楽しんでるか。やったやった、可愛いな相変わらず、カリム・アル・アジーム。なんかドクターフィッシュみたい。どこにも食いついてくれるみたいな。擬人化ドクターフィッシュ。やはりカリムさんでしたか。可愛い。はい、祝ってくださる皆さんのおかげで素晴らしい時間を過ごせています。そうなんだね。やっぱ海の中で暮らすんだ、誕生日は。ならよかった、俺もお前の誕生日をもっともっと盛り上げられるように頑張るぜ。ねえ、いいよねカリム。やっぱりなんか紳士的って、まあごめんねカリム、私ね量的にはディアソムニアなんだけど、あれだね、一番の推しは変わってないよ。今日いい推しの日だから。それじゃあインタビューを始めるな。最初の質問は、うん、カリムとビャーとリム、これ変わってないね。飛行術でどこまでも行けるとしたらどこへ行きたいですか。どこへ行きたいですか。ああ、私カリムの部屋に行っていろいろ漁りたいね。匂い、カリムの部屋の匂い私につけて、でまとうねカリムの匂いを。魔力の量は考えなくていいってさ。ああ、そうなんだ。なるほど、その条件なら僕は世界の名宝を訪れたいですね。なんか私さ、世界の名宝？私さ、あれびっくりしたのがね、あのツイッターのさ検索窓ってあるじゃん。あそこでさ、なんかアニメとか検索するとたまにさ二次元のキャラのカップリングとか書いてるその二次創作の方とかいるの。でさ、前びっくりしたんだけど、なんかね現実世界の芸能人を付き合ってないはずの二人をカップリングさせた人がいたね。もう政略結婚だよね。名宝？名宝、あ、名宝わからないよね。名宝レイリーっていうよ。端的に言うと美しくて有名な山のことです。あ、とりあえずエベレストって言ってればなんか勝ちみたいなところない。あー、エベレストねみたいな。あー、富士山ねみたいな。なるほど、飛行術なら山の頂上までひとっ飛びで行けて楽そうだな。名宝ってさ、疑問形に思ってるの可愛くない？これ、なんかあれだよね、リムって少年漫画の可愛さあるよね。カリムさんのおっしゃる通り、楽ができるのは間違いないでしょう。うん、ですが僕が飛行術で名宝を訪れたいと言ったのは労力を惜しんでのことではなく、なんかあれだよね、カリムがさチェンソーマンになって、でさ額からチェンソーが出てきたらさ、なんかそれはそれでクレイジーになりそうだよね。自力で登っている時とは違う景色を見てみたいからなんです。ああ、なるほどね。ん？違う景色って？うん、なんかやってたね、アイドル番組で富士山の頂上に登って、で朝日を見るみたいな。例えば立ち入り禁止となっている断崖絶壁を上空から見下ろしたり、はい、遮蔽物のない状態で山の全体像をじっくり堪能したりできるのではないかと。うん、本来はヘリコプターやドローンがなければ見ることもできない景色ですが。確かにね、飛行術の腕を磨けば機械に頼らずとも自分の目で美しい山々を眺めることができます。あー、確かに写真とかじゃわからないよね。まあそれわからんこともないね。今の僕の技術ではそのように高く飛ぶことも山頂付近の強風に対処することも難しいでしょうが、まあしょうがないから分かってやるね。いつかはもしもと思うととてもワクワクしますね。まあ言わんとしてることはわかる全然。
なるほどね。確かに空から崖を見下ろしたりできるのはいいな。かわいい、かわいい。そうでしょう。しかも魔力量は気にしなくていいとのことなので。なんかこの二人ってさ、なんかなんだかんだ気が合ってんのちょっと怖くない？時間帯や天候で移り変わる美しい景色を一日中心ゆくまで堪能できるに違いない。なるほどね。一日中同じ場所にそんなに長くいたら飽きないか？そうだよね。博物館に1時間とかいる人、ちょっと正直ね、私気が狂いそうになるから信じられないんだけど、でも1時間入れる人もいるんだよね。それが不思議と飽きることがないんですよ。自然は眺めているだけで心が満たされますし。私あれだね、博物館に1時間いるだけでも、あれ窓ガラスにそのずっともう突進してゲームバグを起こしてるみたいな状態になるから、そう、精神状態不安定だね。写真を撮ったりスケッチをすればまた違う楽しみ方ができますから。リモは何したいんだろうね。そっか、ジェイドは本当に山が好きなんだな。確かに山好きなんだね。なんかあれ、ロッククライミングとかやってみれば。ええ、とても。想像するだけで夢が膨らむ。素敵な質問をありがとうございました。まあ正直あれだよね、ヘリコプター所持してたよね。大金持ちになればヘリコプター所持してさ、そんなの簡単に行ける。リム可愛かったな今日も。いい推しの日だから今日はリムを褒めまくります。ハッピーバースデーには、はい、てんてん。じゃあ次の質問いくぞ。お、いいですね、チー袋。得意な授業は何ですか？おう、得意な授業、成績の面で特にいい評価をいただいているのは魔法薬学でしょうか。私ね、ツイッターでも言ったんだけど、 RSA 側にさ、ニックワイルドみたいなキャラクター欲しいなって。もちろんあれ中の人も同じで、そういうキャラクター欲しいなって思ったね。魔法薬学？魔法薬学？すごいな、ジェイド。うん、俺なんかビーカーを割ったり実験に失敗したりして何度も先生に怒られてるぜ。あー、まあそれはそれでいいよね。だって失敗があるからこそ成功があるんだから、そこは分かってくれないとね、クルーウェル先生。おやおや、怪我には注意してくださいね。ね、それにお褒めいただくほどのことでもありません。魔法薬学の授業に関しては個人的な興味が成績につながったにすぎませんから。どういうこと？コナン君製造しようとしてるの？個人的な興味？ね。はい、たまに思いつきで魔法薬について調べたり実際に調合したりすることがありまして。あ、なんか使ってるね、いつも。あれ変身薬ってこと？自分が好きでやっていることで評価をいただけるのは喜ばしいことですね。ね、いいよね。あれだよね、帰国子女がさ、英語のテストで満点取るみたいなもんだよね。へえ、授業以外でも勉強してるのか。ジェイドがそんなに魔法薬学が好きだなんて知らなかったぜ。リマ何得意なんだろう、気になるな。何か夢中になるきっかけでもあったのか？そうですね、本格的に興味が湧いたのは初めて変身薬を飲んだ時でしょうか。やばい、なんかあれだよね、これからさ、なんか二次元のキャラがそのバラエティ番組の司会をするみたいな時代も来そうだよね。薬一つで人魚から人間の体になる、あの時の感動は忘れられません。あ、同時に魔法薬学を学べばもっと面白いことができるかもしれないと思ったんです。アリエルもね、あれだったよね、すごい足見せびらかしてたよね。足や足や。 1,2 年生のうちは少ない材料で基礎的な魔法薬を調合する授業が多いのですが、進級するとより複雑な調合を行うようになるとか、今からその時がとても楽しみです。え、なんか変身薬みたいのあるのかな、ポリジュース薬みたいな。ハリーポッターの世界にあるんだけどさ、その人の髪の毛を入れるんだよね。で、俺は2年の授業でも大変なのに、ジェイドはもっと難しいのがいいのか。ね、いいよゆっくりで。魔法薬でそのマウント取ったってしょうがないからね。魔法薬なんて人をやるときにしか使わないっていう。本当にすごいな、俺もわかんないって言ってないでもっと頑張らないと。すごい向上心の塊だ。これはいけるね、東大。ええ、ぜひカリムさんにも魔法薬学の楽しさを知っていただけたら嬉しいです。ちなみに作ってみたい薬なんかはあるのか？あ、気になる。そうですね、
海の魔女が作ったと言われる薬はいずれ調合してみたいです。何？イカスミ銀だこ？例えば喉や舌の病気と無縁になれる秘薬など。何それ、喉や舌の病、ええー、これ歌手の人とかすごい欲しがりそうだね。いろんなやつが欲しがりそうな薬だけど作り方はわからないのか？ね、ドーピング剤ってことでしょ？ねえリム。残念ながらクラゲを使うらしいと聞いたことはあるのですが、詳細は残されていないようでして。あれ、なんかフロイド言ってなかった？クラゲちゃんって言ってなかった？まあ誰も調合に成功していない秘薬作りというのも挑戦のしがいがありそうです。役に立ちそうな情報を耳にしたときは僕にも教えてくださいね。なんか楽しそうな会話だねなんかあれだよね、ジェイドってさ、正直なんか本性喋ってんのか分かんないよね。ハブリームバースデー、よ、次が最後の質問だな。あ、それじゃあ気合を入れて。お、何？休日の過ごし方を教えてください。あ、いいね。休日ですか。その時々でかなり過ごし方が変わるので、どれについて話すか迷いますね。じゃああれじゃない、お風呂に入るときどこから洗うかみたいな。あ、でもダメか、ジェイドなんて言えないから。そんなにいつも違うことをしてるのか。うん、ええ、陸には興味を惹かれるものがたくさんあって時間がいくらあっても足りません。へえ、この間の休みは何してたんだ。確かにね、なんかあれお寿司職人とか言ってそうだよね。へいらっしゃい、これアズールの軍艦巻きだよ、はい、いっかみたいな。直近の休日は、直近の、ああ、茶葉をブレンドしていました。おお、リムと共通の話題持ってきた。よ、いいな、俺もたまにやるぜ、結構楽しいよな。ダメでしょそれ、もう大ヒットしちゃうから、リムが食べると。はい、同じ材料でブレンドしても分量を変えると香り、味、湯を注いだ時の色味に変化が出る。なんかコーヒーも言うよね、こうやってなんかさ、その炊き方で変わるとか味がね。予想した結果にならないことも多く、茶葉のブレンドはなかなか奥が深いです。わかる、茶葉の量を間違えるとすげえ苦くなったり香りが物足りなくなったりするんだよな。ああ、そうだね、リムが言ったことはこの世の概念になるからね。そうなんです、思い通りにならないところもそれはそれで面白くはありますが。まるで受験。ジェイドはブレンドにどんな茶葉を使ってるんだ。リムはさ、あれなのかな、やっぱり茶葉とかさ顔とかに塗りたくってんのかな。なんかいい匂いしそうだよね、紅茶のいい匂いがしそう。リム、産地も収穫時期も等級も特にこだわりはありません。冒険こそが成功の鍵だと思っていますので。何それ、インディ・ジョーンズみたいなセリフ。変わったものだと、山を愛する会で僕が自ら採集した植物を入れることもありますね。え、雑草と呼ばれるものも乾燥や焙煎をすることで材料として使えるようになるんですよ。野良の野草とかもさ、これもしかしたらこういうブレンド品の茶葉になることあんのかな。どうなんだろうね。え、雑草も？ね意外でしょ。しかも同じ草でも育った環境によって味が変わったりするんです。ああ、これ牛とかね、なんかよく言うよね、牛のさ雑草、その何、育つところによって全然変わってくるよみたいな、その雑草によって牛のミルクが変わってくるよみたいな言うよね。こういった微細な変化を楽しめるのは自分で材料を用意する醍醐味ですね。うん、へえ、楽しそうだな。俺も今度は材料集めからやってみるかな。あ、大丈夫、リムはそこにいて私が走りまくるからね。あ、もうどこでも端から端まで行くからね、全部整地する。ええ、ぜひ。学園の敷地内で取れるものだとタイムやクリーバーズなどがおすすめですよ。クリーバーズ？僕は最近それだけでは物足りなくなってきて、自分で原料となる植物を育てたりもしています。先日取り寄せた花がそろそろ咲きそうなので香り付けに使ってみようかと。クリーバーズなんて あるんだね。なんだっけ、ビータルズみたいななかった？なんか五感が似てるよね。そこまでしてるのか、すごいな。ジェイドのブレンドはかなり凝ってるんだな。ね、まあ、リマは存在がブレンド品だからね。どうも僕は一度気になったことは
どこまでも追求したくなる性分のようでして。あー、まあ、分からんでもないねこれ。私、そうそう、満足のいくブレンドが出来上がったらモストロラウンジで提供するつもりなんです。あ、そうなんだ。その時はぜひカリムさんも飲みにいらしてくださいね。あ、いいじゃんリム、無料だってさ、フリー体験。今日でジェイドのことをたくさん知れた気がする。いろいろ話してくれてありがとな。なんか気持ちのいいバースデーだったね。こちらこそ、カリムさんのおかげで楽しい時間になりました、うん、かわいいこの笑顔ね。え、みんなもう迫って迫って、ほらほら、どう、真っ白い歯、これインプラントじゃないからね。芸能人の方でさ、全部インプラントの方とかいんのかな。インプラント人、インタビューの後は確か飛行術でバースデーロードを飛ぶんでしたね。うん、あ、はい、これジェイドのために用意されたほうきだ。優しいリム、どっから持ってきたの。ほうきの周りを飾ってる花、青と白の花がいっぱいですごく爽やかだな。お前によく似合ってる。それは光栄です、うん、じゃあこのほうきでみんなの前までピューンと飛んでいってたくさん祝われてきてくれ。あー、なんかあれだね、リムがさ、これ後ろに乗ってても違和感ないよ。はい、ビューンと言って皆さんの真心をしっかり受け止めてきますね。カリム置いてっちゃえ、ほうき盗んで。お、来た、結構歩くね。大勢の前で飛ぶのは気が進みませんが、主役の務めをしっかり果たすとしましょう。え、ちょっと待って、ジェイド飛べなくない。え、飛んでるの。え飛べ飛べ飛べや飛んでるって言わないのそれ。低空飛行して、あれ、私が昔ダンボに乗った時と同じ状況だね。